です。今日は、パスタですね。まあ、スパゲッティって言うと馴染み深いんですけども、僕の場合、これはトマトソースにハラペーニョが入ってます。だからトマトソースのハラペーニョ風味って言いますかね。そんな感じです。ミニアスパラ、しめじ、エゾも入ってます。でこれはね、パン、白パンです。これはめちゃくちゃうまいんですよね。ではいただきます。まずはパスタの方から。すごい爽やか、うまい。こうやってね、ぐるぐる回しますけど、食べ方が下手なんで、うまく食べれません。すごいうまくて買ったんですけどね。マサラの香りがすごい、うまい。幸いね、そんなに大きな傷じゃないんですけどね。もうね、13万キロ走ってますんで、もう今更なって感じで、もうまあ動きとしてはしましたけど、もう板金には立ちません。
なるほど。この間ね、自分の、まあ、ページというか、まあ、チャンネルに、まあ、例えばアメリカからとか、あれも言いましたけど、南アフリカとか、それレバノンとか、いろんな国が、まあ、見てくれてるわけなんですけど、その時ね、不明な国っていうのがあって、大丈夫やと思ったんですけど、不明な国って怖くないですか？どこの国だよって感じなんですけど、もうしばらくするとそれも消え去って、なんか痕跡を消されたような感じです。方針とか出てましたけど、やばいのばっかりですね。とりあえず来年10月にはもう食費税が 10% になりますよね。3万円したんですよ。で、高齢者も中国産も1割が2割に上げるとか考えてるらしいですね。それと年金、これ68歳支給にしようかと、たくさんでみたいでしょ。
ねピリ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 するけどうまい、これはうまい。もう一回冷たいからすごい爽やか、これはいいですよ。これホースマスを2缶とハラペーニョを1缶で、あとまあまあミンチとかねいろいろ入れてますけど、このハラペーニョはいいですね。そばもうまい。これは口がヒリヒリしてるけど美味しいわ。大体僕これ最大料理なんか食べに行くことないんで知らないんですよ、本場の味っていうのは。最後は終盤でソースを塗り込みます。これはうまいね。
だろう。間違いない。間違いないわ。このラーメンは行きましょうかね。Oh.